プリング行きます？だね、氷乗せて。素晴らしい。今日どこ行ったらいいですかね？どこに行きましょう？作戦考えてください。今日はですね。はい。どうしようか。こちら。こんな感じの塩なんでですね。ちょっと上りに合わせていつものところに行ってみたいと思います。最初は左市の間は鳥島沖をちょっと漕いで見ようと思います。この撮影が人工機の撮影の最後になりますので、次からはあの桁の動画になると思います。弾丸です。なのでですね、その漫画に備えて鳥島沖の様子がどうなっているのか見てから潮に合わせて、上り潮に合わせて沖へ沖へ出していってみたいと思います。そういう作戦で行ってみましょう。いいっすか、この作戦でいいですかね。はい、いいと思います。分かった。寄島の港のすぐ沖です。もう牡蠣のイカダも出てますね。あっちにはあの海苔のセットももう出てます。今ですね、潮が返すのが夜中になりますんで、 3時間前には潮が返しますから、沖側は9時には沖にいるようにしたいと思います。ちなみにあの今こごうとしてるところですね、去年あの小川だらけで全くできなかったところです。もしかしたら網が上がらなくなるかもしれません。日が暮れるの早っ。20分しか漕いでないですけど、もう日が暮れました。スーッと船が通ったんで、多分小川はないと思いますね。まあ、あくまで様子見なんで、さてどんなものがいるんでしょうかね。おー、エビー、カモ、童顔、シャコいるけど小さい。シャコが大きくならんく、10月でこの大きさはあんまりでしょ。めちゃくちゃ見えてますけどね、シャコ。あとシバエビもいますね。台湾シャーシャーいませんね。まあ行くか。シャーシャーおると思いましたけど、あとヒラメ当たらんかなと期待しましたが、ヒラメはいません。童顔とシバエビですね。ガラもちょっと見えとるけど、もう一個の網開けてみましょうか。イイダコでかい。さすが丘ほどでかいイイダコは。童顔ですね。童顔とシバエビ。童顔まだちっちゃい。シャコですけど、シャコ小さい、すごい小さい。ちょっとあっちにですね、海苔のセットが入ってるんですよね。ここなんですけど、もう一個ここに入ってますけど、映ってませんけど、次は海苔のセットの方行ってみましょう。まあそれも様子見です、マンガンに向けての。では海苔のセットの方へ着きましたんで、網をつけます。一番目シバエビと童顔でした。動画もそこそこいるっぽいですね。海苔のセットの方向いでますけど、去年は10月この辺を一月やったんですよね。水温下がったらヒラメが出てきたとこです。昼の人はちなみにもうヒラメ取ってきてますけど、自分がやってる方はあんまりヒラメはまだいません。ちょっと小川なのか、なんか何もおりそうないですね。ガラエビでもおるかなと思ったんですけど、あ、でもガラは、うわ、ガラはおるな。ガラ、しかもね、沖より大きい。やっぱり、ジョバがいいんで、川に近いから。もう、童顔でかー。でも、これは死にそう。もう、打ってるし、柔らかし。まあ、桁になっても、ガラは取れそうですね。しかし、シャーシャー全然おらんな。やっぱり、岡川しかおらんのでしょうかね。わー、シャーシャーおった。もう、2つ。拾える。3つか。お、3つ。あ、これはちょっと柔らか。これは柔らでしょ。まあ、硬い。でも15ないな。微妙。測ってみようか。あとは切れでした。ではこれでちょっと漕ぎながら沖へ向かいたいと思います。様子見は終了ということで、沖へ行ってみましょう。漕ぎながら行った網にシャーシャー2つ追加です。下の方、笠岡諸島へ到着いたしました。どんがいるでしょうか。出たいか。
これといって、まあ、ゲタ大きいんでいいですけど、特別なものはいないですね。これからさらに大きい大きい出していきたいと思います。キドでかい、なんかなんもらんな。本当なんもらんな、これ。エビがいてくれるさえすればもういいとしましょう。本当エビだけやん。イカ一つ。しかもエビも少ない。これは今日はちょっと道具が飛んでいるのか。全然ダメじゃないですか。やった。ああ何もいなくても、しかもでかっ。めちゃくちゃでけえ。なんじゃこれ。うわでっか、色もバッチリ。もう咳も入ってますんでね、ちょ少しだけですか、オレンジですね。もう咳も入ってるんで、そしてなんと今週は落とし間祭りの前です。カニの値段に期待。今から上り潮です。なのでちょっといいもん見てほしいですね。今んとこ、今んとこカニね、赤字ですね。これ厳しいっす。今のままでは厳しい。おーさすが潮の返し、ゲットに。おーキス、キスもおるし、こんな時期にキスいるなんて。ヒゲ剃り台、そしてハンもゲット。まあヒゲ剃り台はこれはもうちょっと取ってもしょうがないんで、ぽいぽい。なんか死体が入ってるかも。おそらくエイ。おー、さすが潮の返し。ちょっと臭い臭い臭い。エイじゃな。さすが潮の返し、イカも入っております。しかしまあ夏からずっと同じとこやってますけど、ほんとよう持ちますね。カニが出てきていなくなったと思ったらこっち、こっちが出てきていなくなったと思ったら赤ゲタ、赤ゲタ出てきていなくなったと思ったら次はエビとイカ。だったら魚が変わるだけという素晴らしさ。できませんね。ちょっと散った感じですね。エイには参るな。えらい方まで来てしまいました。結局今一緒にやってる若い子が登り返しにカニが3枚いたそうです。これにも入っといてちょうだい。あー入ってないかーい。なんかどうかおかしいかな。そんなこんなアホな。ガサ変わっとるしょ。ほんでさっきカニが当たった網にですね、なんかちょっとガサ変わっとるな思ったんですよね。ダメっす、ダメっすね。このままではやばい。赤字やないか。なんとか上り所で取り返したいですけど、取れる雰囲気がない。食べる気温もなくなってきましたが、これまたハモかい。ハモだけおるな。困っております。困っとないのか。中も入らん。でもガサ変わってるし、なんかガサが変わってるもん。なんかもうゴミは入るし、散々だな、これ。あ、やっぱ何？イカ。やっとこれらしい網が、しっかりしてここのゴミ。おー、イカ来た、ボンゴ。やっとこさ、ほんでなんかさっきカニ見えました。でもちょっとちっちゃかったな。シャーシャーを1枚追加。ゲタはいませんね、でも。動画は見えるけど。では、ちょっとまた拾いましょう。あ、もうでっかい。レベルには生活が心配。もうやっと赤げた一つ、赤げた一つで喜ぶという。大きいから嬉しい。
かなりでけえな。ハモさえおらん。エビの身。ハモだけのようですね。でも赤けた見えてますね。しかもでかいから、大きいのが1枚ずつ入ってくれてますけど、1枚じゃ厳しい。おー、でもゲタ来とるな。おー、厳しい。諦めるか U ターンすべきか悩みますけど、U ターンしても可能性低いので諦めてお買い向けて帰りたいと思います。もうガサも入らんと思ってましたが、やっとガサが入りだしましたね。ガサさえ入れば魚も入るんですけど、ガサもなんせ今日は入りません。もう一発、今日カニ来たら本当にガサが入るもんだから、やつにはカニが来るんすね。よかった、嬉しい。ちょっと映ってちょうだい、映ってちょ。やった、もうこの色の良さ本当に良かったです。本当にやばいで、本当これ。おお、なんかガサが入るとやっぱりよう入るんですね。もう7週今日1日ガサも入りませんでしたから、潮大きすぎ。豊洲へ遅れる時だったらすごいですけどね。いや、この雨は良かったですね、本当に。やっとかって感じです。でも U ターンしなくて良かったです。まあ、引き続き丘に帰りたいと思います。丘まで漕いで帰っております。寒い。おお、ゲタでかいし、カニでかい。よかった、嬉しい。最後になんとかこんなものが見れるなんて。嬉しい。泥まみれの中、下手したら泥食って死んじゃうかもしれませんけど、やった、こっちも来た。最後にこれはちょっと起死回生。よかった、よかった。では帰りたいと思います。動画お疲れ様でした。最後の最後で、はい、なんとかニットになりましたけど、はい、やっぱり経験上、うん、半満の差が330センチ以上になると本当に入りませんね。潮が行ってる時はもうガサも入らん、厳しい。今日がチンコミ最後の撮影になると思いますけど、カメラ持っていく日を間違えたかもしれません。でももう日にちないしね。もうほんと最後。いやー、もう参りましたね。もう11月がまた2人で頑張りましょう。はい、頑張りましょう。これは参った、本当にもうギリギリ日当かな。ただ今年ま祭りの前や。あ、そうか、今週かな。どえらい相場でクリスぐらいの仕切りをもらえるかもしれんけど、こんなになるっていうか。カニだけ落としておきましょうかね、はい、でもカニも一応これだけ多いんだな。一応まあ参りましたね、本当に。多分他の人もあまり取れてないんじゃないかと思いますけど、チンコミの人は私は分からんけど、参りました。気を取り直して11月また2人で頑張りましょう。はい。先日こんなものが当たりまして、カメラ持って行ってなかったんですよね、残念ながら。初めて見ました。カンパチですかね。釣り師匠のヒロマスさんに LINE して聞いてるんですが、返信がありません。もうカンパチということで食べてみたいと思います。こうなりました。なんか油がすごいのってビトビトですね。伝わるかな、この油の乗り具合。ちょっとぬめっとした感じ。今師匠のヒロマスさんからやっと返信が来まして、やはりヒロマスさんもカンパチじゃないかなと言っておりますので、カンパチで確定ということにしたいと思います。ではいただきます。猫ちゃんの醤油皿でいただきます。ここ美味しそうやな。うん、なんかこれ、これ分かりますかね、伝わるかな。油がなんか乗ってぬめっとした感じ。あんまり大きくないんですけどね。わさび大好きたっぷり派。
めちゃくちゃに美味しい。ちょっとほんとびっくりするが美味しい。一応24時間ぐらい熟成したんですけど、旨味が出てめちゃくちゃ美味しい。これは美味しい。本当に、なんだこれぐらいの、これぐらいなんですけどね、これぐらいのカンパチでもこんなに美味しいんじゃん。生きてたんで当たった時、多分巻いてる時に入ったらと思います。なんか美味しい、とろっとして、なあ、とろっとしてな、うん、これは当たりですね、かなり、うん、美味しい、かなり美味しい。これは炙り、炙りいただきましょう。これはでも炙りじゃない方が美味しいかもね、うん、これだけ味があるとうまい。ただ刺身の方が美味しいかな。刺身の方が味がよくわかる。本当に炙りも美味しいけど、これは刺身の方が美味しい。刺身の方が美味しいな、うん、驚く絶品の美味しさでした。カンパチってこんなにうまいんですね。